現古都市は4世紀頃に中国の東晋で成功した市体。魏の正四年間、老荘思想に基づく学問や、それを主題と哲学談義がカーンらにより始められ、魏晋交代期の竹林の7県の時代、続く東晋時代にかけて、貴族社会全体で広く流行した。こうした風潮は士下にまで影響を及ぼし、東晋時代には、社会や身近な生活などの個別的、具体的な様相に関心を示すのを避け、観念的な弦楽の哲理を説くことを主題とする、言古都市が登場し、東晋の詩風の主流を占めることになる。南朝張の小佐替、詩品では、言古都市の代表的詩人として、孫弘、喬準、韓昀、梁らの名前を挙げている。中でも、孫弘、喬準はその双璧とされ、世に、孫元と併称された。しかし言古都市は、小佐替に、李その字に過ぎ、阿波歌として味少なし、皆名、平天にして、道徳論に似たりと酷評されるように、抽象的な観念論に傾斜した結果、詩としての力強さや、叙情性を失い、類型化の道をたどることになる。こうした反省から、東晋後期には、謝琨が具体的な山水風景の美を歌う。山水詩を創始し、続く南朝宋の謝礼文の時代に全盛期を迎えることになる。また、同時期、唐延明が、郷里の生活を主題とする、田園詩を作るようになる。こうした、新たな詩風が活況を呈するに及んで、言古都市は、次第に衰退していった。ありがとうございます。